どうも、ともやテニスチャンネルのともやです。MJ です。はい、今回も家でできるテニスレッスンということで、はい、僕は、サーブを解説していきたいと思います。はい、で、MJ は、はい、今日は何しますか？はい、今日も田畑式トレーニングで、サーキットトレーニングになります。20秒やって20秒休憩という形で、20秒間まず腕立て伏せ、できれば肩甲骨をこう寄せながら腕立て伏せを。で意識しながら20秒やります。10秒休憩して、今度は腹筋で、腹筋は腹筋をこう繰り返すんじゃなくて、ちょっと耐久ですね。腹筋この形作ってもらって、ちょっと足をこう交互に、とか左右にっていろいろバリエーションをつけながらやりたいと思います。はい、これは腕立て腹筋両方できるんで、皆さんちょっとおすすめかなと思います。簡単に家でできますね。これはもう本当に、はい、音も立てずに。そうですね、はい、はい、じゃあ音も立てずにやってみてください。失礼します。はい、では僕のサーブをやっていきたいと思います。ちょっとね、サーブはさすがに天井当たるかもしれないんで、これを置いてやりたいと思います。サーブって皆さん、大変みたいなサーブってなんかこうプロネーションがやっぱりこういうボールがないところでちょっと覚えてもらいたいなと思うんで、プロネーション練習していきましょう。はい、プロネーションっていうのは、まあ、ラケットが内側から外側に出ていったりとかすることを、やっていくんですけど、どこが分かりやすいかな。はい、じゃあまずラケット、まあ、ちょっと僕ジュニアラケットなんですけど、短い道具を持ちます。この時はコンチネンタルグリップ、まっすぐのグリップで握っていただいて、打つ方の面ありますよね、手のひらの方、これを自分の内側に向けます。こういう状態、前から見ると OK ですか。こういう状態作ってもらいます。で、横から見るとこうですね。 OK ですか。で、ボールあります。ボールを自分のちょっと頭の上に落ちるように投げてもらいます。ちっちゃくていいですよ、ちっちゃくて。で、落ちてきたボールをこのまま前から見た方が悪い、このまま打つ方の面パーンと出して打つという練習していきましょう。こうです。こう、これだけでいいです。最後までいかなくていいです。こんな辺振らなくていいです。ここ当たるところでポーンと止めてもらったらいいんで、横から見るとポーン、ここでいいです。ちょっとやってみますね。このまま投げたらポーン、 OK。内側向いた形からちゃんと面をまっすぐ当てれるっていうのをちょっと練習してやってもらったらいいかなと思います。内側からロケット当たる方の面を内側から前に向くようにポンと手を使って練習してください。これ何回かやってもらったら、次は打ちたい方に向かってまっすぐ向いてますが、ちょっと体を斜めに向けてもらって、同じように内側向けます。 OK ですか。この形からさっきの方向です。さっきの方向に向かってボールを飛ばせるようにプロネーション使って練習してください。こうです。 OK ですか。こうね、3、2、1、これでまっすぐ飛んでますから、この時にチェックしてもらいたいのが、ラケットがちゃんと内側向いてるか、向いてない方っていうのは多分グリップの握り方間違えちゃってるんで、まっすぐ握ってなくて熱いグリップで握っちゃうとこうやってこうなるんですよ。上向いてるの分かります？自分の打ちたい面が。これで練習しちゃうとどうしてもこういうね、歯ぐいたみたいなサーブになってしまうんだけど、これプロネーション全く使えてないんですね。前腕の動きが全然使えてないんで、ラケットっていうのはここの時に内向いてないといけないんで、ここからポンと当てれるのをちゃんと段階を踏んで練習していけるようにしてください。こういう形ね。 OK ですか。で、これが何回かできるようになったら、最終的にはちょっと打った後、内側から始まってますから、当たった後は前向いてちょっと外側に行くはずなんです。これも踏まえて斜めの向きからちょっとゆっくりでいいんで練習してもらったらいいかな。前から見ると当たりました、ここからポン、ちょっと外側で終わる、内から外というふうに、このまっすぐ向いたところがインパクトだと思って練習してもらったらいいです。これがプロネーションの正しい動きになるかなと思いますね。あの黄色いボールじゃないんで衝撃も少ないんで、スポンジボールだから簡単にできるんで、もうすぐプロネーション覚えられるんで、あんまり難しいもんじゃないんでね、こういう簡単なボールでポーンとゆっくりやってもらうことが何でも覚えるコツなんで、早くやらなくていいですよ。パーンとかやって
ね、電球割れるかもしれないんで、しっかりゆっくり形を注意しながらプロネーションの練習できるようにしてあげてください。はい、ラスト、ね、ちゃんと外側向いて終わってますよね。内向い、内から外に行ってる途中で当たって外になりますから、これをちょっと皆さん意識して、だから始まりとフィニッシュ意識して練習してもらったらいいかなと思います。はい、じゃあ MC が終わってよいしょ。はい、お疲れ様でした。何だか幸せです。もう慣れたよね。トレーニングイコールもビレジェンドみたいな。今日も飲んどきますか。飲んどきましょうか。今日もコーラ味です。いっぱい飲んどこう。はい、ありがとうございます。プロテインでできた男。はい、はい、まあ、こんな感じでね、僕たち家でできるトレーニング、テニスレッスンということでやりましたので、皆さんもぜひ家の中で暴れず、はい、楽しく本当に細かくチェックしながらできるチャンスだと思いますので、じっくりやってもらえたらいいかなと思います。はい、では